ちたらひとたまりもないね。なんでこんな景色が。よく鉄塔に登ってたってこと？わからないですか。どこも見たことある気がします。小さい頃に来たことがあるみたいな。ウタさん、こんなのが大切な思い出じゃない。大丈夫？頭の中にもう一人の私がいるんです。もう一人の私？自分じゃない自分。脳内に現れたもう一人の自分が話しかけてくるんです。お前はこうじゃない、本当の自分は私だって。怖いです。自分を見失って気が狂ってしまいそうで。ウタさん、そうか、ウタさんは今二人の自分の間で揺れているんだ。大丈夫だよウタさん、自分を強く持って。ありがとうございます、星崎さん。よいしょっと。うん、それは私には関係ないことだから。よいしょっと。うん、えいえい、ブオンブオン。私頑張ります。仕掛けます。大丈夫ですか？私の出番だね。大丈夫ですか？よっ、ここいつでも行ける。セイセイ、仕掛けます。大丈夫ですか？私の出番だね。私の番組ですか？大丈夫ですか？よいしょ、まだまだいけるでしょ。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。何かに使えそう。砕けろ。あれ、砕けちゃダメか。あ、準備よし。仕掛けます。大丈夫ですか？よし、いつでも行ける。ゴー。大丈夫ですか？さあ、どう動こう。
し、いつでもいける。ふっ、えい、ふっ、いざ。よし、いつでもいける。よっ、ここ、いつでもいける。いつでもやれます。完勝です。やりました。また強くなっちゃった。お前は本当の私じゃない。私の声がする。え、ウタさん、あなたもそうでしょうと言われて、私がそう思っていたことなんて一度もない。人に優しくしなさい。他人を思いやりなさい。人の気持ちを考えるのは当たり前。おばあちゃんの家に遊びに行くのは嬉しいこと。なぜって、そう思わない？ねえ、私、あなたは私なんだから、よくわかるでしょ？ほら、思い出して。料理を作るだの、学校を歩き回るだの、あんな生ぬるい人生は私じゃない。私は他の人間とは決定的に違う。私は最初から壊れている。感情が壊れている。ほら、戻りましょう。苛烈で刺激的で色鮮やかな人生に。思い出して、あの日、通り魔に会って、私の人生は変わったの。私はおかしくない。私も生きている。私もちゃんと人間なんだ。
気をつけて。何か起きてる。何これ。失敗。これ、まずいじゃない。ごめん、もし暴れるようなら、私は…ウタちゃん！あ、アオちゃん、このままじゃまずいよ。一旦学校に戻ろう。行くよ、せーの、急いでみんな。みんな無事？なんとか。アオ、すごい音がしたけど大丈夫？ユリ、中で何があったの？お姉ちゃん、実は。待って、あれ、大きく感情が揺さぶられた影響で世界の維持が不安定になった。まずい。空が割れる。私のせい？私がウタさんの記憶を取り戻そうなんて言ったから。あれは、私たちの世界が壊される。私たちの世界は確実に壊れる。戦う、それ以外に私たちが生き残る道はない。そうでしょ、みんな。合ってた、間違ってたは今考えることじゃない。反省も後悔も後でたくさんすればいい。だから今はやるしかない。やるしかないんだ。すごい気配、気を引き締めていこう。いつでもいける。よし、いつでも私の出番だね。
思いの力見せてあげる。この力でみんなを守る。いつでもいける。カゴン、日々が消えた。この世界は大丈夫なんですか？敵はなんとか排除できたから、致命的な崩壊は免れた。でも確実に寿命は縮まったと思う。そんなライムは？ライムは大丈夫なの？大丈夫。ダメだったらもう私たちはここにいられない。そっか、よかった。生き残れたなんて喜べるような状態か。この現状で私のせいだ。私のせいでこんな。青ちゃんのせいじゃないのです。こんなこと誰も予測できないから。はい、ここまで大規模になるなんて想像もできませんでしたから。私だって駒川さんの記憶は取り戻した方がいいと思ってた。だから私の責任でもある。でもみんなの話を聞いて最終的にウタさんの記憶を取り戻そうって決めたのは私だよ。リーダーである私がそう決めちゃったんだよ。青、落ち着いて。リーダーだからといってそんな風に責任を押し付けようなんて私たち思ってないわ。一旦休もう。このままじゃ何もできない。今後のことは休んでから考えよう。